あのなんだっけチークを塗ったイェイホローありがとうございます何何なになにかわいいあウエトレスの写真ありがとう持ってますよ明日のサスティナそう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 ,そうえちょっと言いたいの言いたいの明日ねサスティナっていう、えっと、フジテレビさんのあのー フジテレビさんの番組に出演させていただくんですけれどもあの見どころをちょっと言おうと思いまして見どころをちょっとね言おうと思ったんですそう全国ネットですよ皆さん全国各地から見れますよ素晴らしいもう本当にありがとうございます録画したありがとうね本当にあのそれであの見どころなんですけれども あの大まかに言うと2つかなありましてあのさっきさツイッターでさあの予告っていうか出演情報って出してもらったの見たかなあの3期生ツイッターで「私たち出ます」っていうそのフジテレビさんに出させていただきますっていうのをツイートしてもらったんだけどそこに載ってる写真でわかるようにあの。 ザ日本海みたいなこう荒れ荒れな日本海の <laughs> めちゃくちゃ荒れてる日本海であの一旦撮ったんですよねその時にあのすっごいもうおでこ,おでこ <laughs> 風が雨風がすごくってぐわワって吹かれてその瞬間の写真だったんだけどあのさ一回見返してみあのリリカと私のおでこ全く一緒な <laughs> 形とさ、形と何広さが本当に一緒でそれを見た瞬間母親すっごい大爆笑してめちゃくちゃ一緒だって <laughs> 確かにねっていうあのすんごい一緒のおでこしてるからあのそこをぜひまず見てほしいっていうのみんなにリリカと私のおでこが一緒だよっていうのを見てほしいのが一つあとあのあのしゃ あの衣装がねチェックあの茶色チェックのねあのー、やつなの,の茶色チェックのあれ七子さんんの衣装なんです私着せていただいてるのお借りした衣装がななさんのだったのですすごくない本当にありがたいねもう本当に嬉しくてこんばんはありがとうございます すごくく嬉しくってね見どころはそのおでことあと私にお借りした衣装が西村七子さんのなので嬉しいもう泣けるなのでぜひそこに要注意です要注意です大注目です <laughs> ということでね皆さんぜひそこにあの注目してぜひ見てください。 見どころはレポートの中でしょレポートの中身言いたいんだけどなんかどこまで言っていいかちょっと正直分かんないので要チェックね要注意じゃないね <laughs> 要チェックですなんかどこまで言っていいか分かんないからとりあえず支障のないこの2つを言ってみた <laughs> ということで是非ご覧くださいぜひぜひあとねもう一つみんな TikTok を見たかいみんな TikTok 見たかい はいこの度 <laughs> この度ねもつ鍋が公式さんに認定されました <laughs> もうぜひ見てまだ見てない人ぜひ見てあのもつ鍋が公式さんに「ハッシュタグもつ鍋」で <laughs> あのいや正直ねあれめっちゃやりたかったの。 じゃらんらんらん、じゃらん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 、じゃらん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 、んらんってやつよ、ね。やりたかったのよ。で、やりたいなーって思ったら、もつ鍋でやってる、や、やるってなって。やるって言って、やった。<laughs> めちゃくちゃ面白くない。もつ鍋、忘れかけてた、もう忘れないぞ。<laughs> そう、もつ鍋。もつ鍋ね、あの。 TikTok 登場したのでぜひご覧くださいさ <laughs> ああのハートねかみ合ってなかったからねさてかみ合う日は来るのでしょうか <laughs> 来てほしいねとっても来てほしいねっていうね初訪問もありがとうございますだから明日のあのー、なんだっけ明日のサステナとサスティナさんと あと、tiktok を <laughs> ぜひ <laughs> 見てください <laughs>。あ、50分ありがとうございます。噛み合わなかったからね。ツアーと三期生公演の練習は順調かな？順調かな？頑張ってます。うん、とても頑張ってます。 あ,ハートありがと、ね、あハートじゃないあのフォローありがとうございますあとだるまさんとかギフトのハートとかクマさんとかありがとう何何なになに福岡県民のとかあ福岡県民気になるコンビン名だから福岡県民の <laughs> 方気づいて確かに福岡県民にねねあ明日さスてな9時55分からありがとうございます9時55分からねさスてな9時55分からなんだ ぜひ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 見てください見てくださいねあの感想とかまた待ってます <laughs> 私のパフォーマンス楽しみにしてるねありがとうあの楽しみっていう気持ちにもう十二分で応えられるように頑張る頑張ってるの伝わってるあーぜひ楽しみにしててくださいさてなからのななこさんのそうだねななこさんもね明日やられるもんね でなに私の配信聞いてから勉強します。欲しいは誰だろう <laughs> 私でいいのかなそう杉本って欲しいなのからね。おしゃべり会で感想あ待ってるそうだよね9時55分からってことは私明日123456だから <laughs> 23456部にあの登場するので <laughs> だからあのその時にぜひお会いできる方はあの。 カモンカモンです。あのなんだ感想カモンカモンですよ。<laughs> 数え方の癖そうだよ。論語しゃべり会のそう論語しゃべり会えっとなんだっけな今日から始まってい,っっいつだっけいつかまでのねえそうあのこれが終わりだけできてしまうんだなって終わりできてしまうんだなこれがとっても嬉しい。 そう、あの、そう、それで思い出した。はい。<ゃ> <laughs> こすっちゃった。こすっちゃったけど、ついてるから、これにする。はい、明日です。どうでしょうか。えっと、皆様、覚えてますか、私、明日何になりきるか。あ、こんばんは、初訪問、ありがとうございます。こちらです。 明日のメニュー狼さんとも仲良くなりそうな赤ずきんちゃんお料理あんまりはかまなさそうなメイドさん岸感のある魔女 <laughs> えーっととてつもなくこう個性的な名前なんですけれども岸 <laughs> 感のある魔女が気になって仕方ないあのね見たら分かるああなるほどねってあのお名前が言えないからああなるほどねってなる。<laughs> あのそしてこのどの部で何をするかはお楽しみですぜひねお楽しみにということでそうメニューの癖赤ずきんちゃんが出てきたらかあオオカミのかぶり物が必要だなそうだねオオカミのかぶり物をぜひ <laughs> ねどうでしょうかって感じですよねあの あとまあこういうおしゃべり会ロングおしゃべり会がそ今なんか初訪問の方多い気がするから言うねこういうなんかその楽しい私のロングおしゃべり会とても楽しく頑張ってるつもりなので <laughs> あのもし私とおしゃべりしたいなって思った方はあのー、今日から始まったのかなあのー、最終受付中なのそう最終受付中だからぜひ来てね 一緒にお話ししよう一体いつだよ嬉しい嬉しいロングおしゃべり会だから四十五分四十五分じゃない四十五秒間かなロングだからたくさんしゃべれるからぜひ来てね今ならまだチャンスはチャンスしかないからぜひ来てくださいぜひ来てねよし四十五分間 <laughs> そ,んそれはね余裕にしないで何枚詰めばいいのって話になっちゃうから。 45秒ですね45秒間45分話したい <laughs> 話したい本当に本当はね話したいけどね論議おしゃべり会 <laughs> 内容にも癖がおあるね内容私のお話し会結構内容に癖あるのかな <laughs> 面白いよ多分 <laughs> 60枚も積まなきゃいけないのかそれはちょっと申し訳ないわ逆にありがたいけどね お話面白いので今モバメ申し込みましたうわ嬉しいありがとうございますおもろいメールはねおもろいっていうか寄り添う系かもおはようメールとかお休みメールとかこう普段の生活になんか欠かせない存在になれるようなメールにしたいなって思ってるからあのぜひそういうメールを期待しててねお50問買一周したありがとうありがとうございます 仮に45分積んだとしてもきっとずっとおもちゃんが話してたけど <laughs> 確かにねあのえコメントみたいにさなんていうのあのたくさん話とか振ってくれたらもう延々と喋ってるよねっていう絶対喋れる45時間話したい <laughs> あのそれは私が無理 <laughs> 寝かせてご飯食べさせてとか言い始めるからね <laughs> 共感しやすい内容あメール そう共感意外とね共感しやすいメールとかも心がけてるかもお三級生公式の画像にこのポーズなんだ?」って書いてあるそうだよあのー「このポーズなんだ?」っていうのが出たからぜひ皆さんコメント欄で自慢してあげて知らない人に教えてあげよう <laughs> 知らない人にさこれは「三文字だからポーズ」っていうやつだよもう自慢してあげてみんな知ってるでしょ「三文字だからポーズ」って言うのよ知らないの <laughs> いいねといいねとさコメントでさ自慢しようみんな <laughs> 初訓もありがとうございます今日も同じ空見上げていこっか好きです嬉しいえさ結構考えたのなんか寄り添えるアイドルになりたいと思ってたからまずは言葉から言葉選びから気をつけようと思って寄り添える言葉って何だろうなってすごい考えた時になんか今日も一日頑張ろうとかさ こう背中押すのもいいけどやっぱいろんな日があるなと思ってなんか何て言うんだろう,こう頑張れない日ってあるじゃんやっぱりそんな時にさ背中めっちゃ押されてもさ「いや嫌なんだって」ってなるじゃん <laughs> 私がそういう人だから「同じ空見上げてこう」だと自分のペースでみたいなあるじゃんねいろんな日があると思うけど同じ空の下でいるから一緒に同じ空見上げてようねっていうそういう意味を込めてあの言葉を選んだんだ。 <laughs> そうだからさすが清楚系でしょ生き方清楚系にしてるから <laughs> 生き方清楚系目指してるからそういうね気持ちを込めた気持ちをめちゃくちゃ込めてるつもり私はメールにだからぜひね物語に期待しますま <laughs> っちゃんのままみは友達から来たメール見ててほっとする嬉しいほっとするって言われると嬉しいな。 いいね、ほっとするメール。気をつけようかな。実際は、実際もね、実際もちゃんと清楚ですよ。清楚系は笑い芸人、やめなさい、芸能人、芸人じゃないのよ。芸人さんじゃなくて、ちゃんと。あの。アイドルなのよ。<laughs> え、えって言わないで。えじゃないよ。え。<laughs> あの、って感じなんですけれどもね。 明日は盛りだくさんだね明日明日盛りだくさんだみんなみんな見,ない見てほしいものがたくさんあるサステナとサステナと何だっけえっとおもつ鍋の TikTok とあと配信も配信も明日するからねあのー、お昼にできるから明日はお休みだからお昼にお休みじゃあ休日 のタイムスケジュールでいけるから明日お昼もできるのでお昼もしようと思いますぜひあのなんだお時間あったら来てねで夜ねちょっと30分30分で、ね、分けてみただからぜひ来てねお今日誕生日。おめでとうございますハッピーバースデー to ー o ー ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアディアディアごめん流れて名前分かんなくなったハッピーバースデートゥーユーおめでとうございます皆さんお星さんを投げましょう <laughs> いや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 っていうねあのおめでとうのお誕生日おめでとうのお星さんですね <laughs> ディアディアって感じなんです あのー、本当にねお誕生日いいよねお誕生日ってさどうですか皆さん何します明日お仕事だけどおしゃべり系に頑張るありがとう嬉しい本当に嬉しいお仕事頑張ってねその後一緒におしゃべりして疲れを癒そう <laughs> あタコさんありがとうハートもありがとうねケーキは必ず食べますいいね 何もししななくっってしまったやっぱりそうなのかケーキ食べましたよかったー美味しかった何,何ケーキ食べたかな普通の日やっぱそうなのかなんかさ大人になったらどんな誕生日を迎えるんだろうって考えたことはあってさなんか普通に何て言うのなんだろう一人暮らしとかさ本当にあのに、まあ、何歳の話してるか分かんないけどさ <laughs> もし独り身だった場合さ 本当に切ないなと思って <laughs> えな何か何するんだろうって思ってさ、ね、もはや何もないだよね何も思わない人間にうそでも誕生日ってさなんか一年のうちで一番なんか自分が主役になれる日みたいな感じしないだから好きなことしたいなと思うんだけど晩ご飯はステーキかお寿司を食べるいいねー あ50もっちゃんカウントありがとうございます。プラリネプラリネってなんだプラリネってなんだお疲れ様です。ありがとう。一人ケーキ寂しいだよね。お誕生日、来週バーに飲みに行きます。バー。<laughs> バーにバーに飲みに行きます。英語だったからさ、発音よくしてみた。バーに飲みに行きます。<laughs> ます <laughs> え プラリネってチョコケーキの星やつみたいな <laughs> ごめん星になった <laughs> チョコケーキの何みたいななんだろうチョコケーキってなったらもうおいしいの決まってるかチョコ大好き人間だから発音でしょこんばんはこれでも一応英語好きなんだよ英語結構喋れてた <laughs> あれ今どうかなあれ今どうかな今どうでしょうか発 <laughs> 音ありがとうございます。 明日の、明日のやつね、おしゃべり会こんな感じなんで。そのバーを強調する。プラリネって名前のチョコケーキで年よし。年吉?。オッケー。年年年吉のプラリネ。わかんない。読み方合ってるかな? <laughs>。こんばんは。あ、初版ありがとうございます。 行行きます <laughs> ワー行きまますすね、行ってらっしゃい。Hey, so cute girl.Yeah, thank you.Thank you. <laughs> thank you. 初本ありがとうございます。こんばんは。年季のプラリネ。年季のプラリネだって。っメモっとくわ。<laughs> 年季のプラリネ。ねえ。 年吉のプラリネオッケーあっ初音マンありがとうございますこんばんはいやいいね年吉のプラリネ美味しそうケーキ食べたいケーキ食べたいないちごいちごじゃないあのチョコ何でいちごって言ったんだろう チョ,コチョコケーキ食べたいなめちゃくちゃチョコケーキ食べたいなぁ <laughs> 何学校行ってた時マラソン大綺麗でサボってたあら一生マラソンね苦手ですよなんか長距離ってきついよねなんかさ限界になってくるとさ肺が痛くなってくんのこう足だるくなってくるしこの辺が痛くなってくるの嫌だよね チーズキーズケキーいいねチーズケーキー大好きモンブランも好き今日も甘え坊さん <laughs> チーズケーキえなに今日なんかチーズケーキーみんな好きなの今長野さんのシャインマスカット生のミルキー食べてますモエシャスです <laughs> モエシャです, <laughs> スです <laughs> なんかひろしです <laughs> あの自分サンドイッチさんモエシャですって後付けしないで <laughs> 年吉新潟確かに新潟発音もありがとうごいみんなその発音にさ発音そんなにあ、なあな何何今日発音がやったらネイティブ <laughs> 今日発音やったらとネイティブでいきますよあのイングリッシュで来てくれればイングリッシュで返しますからね <laughs> どうしてなんかそういうそういう芸人さんもいたよねなんか <laughs> <laughs> まだもっちゃん団子が残ってるそれは食べなきゃそれはいいとしなきゃ <laughs> どうしようどうしようかぶれてきたよかぶれてきましたよこれ <laughs> いたね本当にねネイティブ <laughs> 結局モエサスにしましたっけ <laughs> えっとねお味しすぎもともいたよね <laughs> お味しすぎもともいたんだけどなんかモエサスがいいよねっていう独断 <laughs> と偏見 <laughs> 笑いの花咲いたよかったよかった今日の今日のノリ危ない今事故るところだってあと肩に乗せてるからね今日のノリ何なんだろうね本当なんなんだろうね <laughs> 何だろう無音なのに面白い <laughs> それは無敵 <laughs> よかったあの画面から伝わる面白さがあるらしいよ仮装衣装って自前もちろん自前でございます頑張って選んだ方からぜひ見てねイエイイエイ <laughs> 今日もノリノリだなぁ平常平常運転その通り <laughs> あだるまさんたくさんありがとうお医者さんもみんなありがとねそういえば言うのはそうやってた。だるまさんとかおハートとかあとタコさんとかも本当にありがとうそうおいしすぎもってよかったのにもう一つご利用してたでしょ <laughs> あの私の独断と偏見と自分がはん発案したっていうフルターがかかって <laughs> あの美味しすぎもとよりも萌え札を優先しました <laughs> めっちゃ楽しみすぎるんだけどいい楽しみだね私もあっキれあの練習してなかった <laughs> どうしようどうしようキれ練習これからするね <laughs> おいしすぎもと派だったの嘘ごめんもう一つで <laughs> 曲げない <laughs> 自分の考えと意思は曲げないタイプ <laughs> 自分軸を持ってるってことにしとこう,うんそれ大事グッドムオーニングなのですよね無音ですだるまさんありがとうこんばんはもっちゃんってなんでそんなにおしゃべりできるの聞いててめっちゃ安らぐ嘘嬉しいありがとうね安らぐありがとうなんでおしゃおしゃべりできるんだろうね え、なんでだろうねなんで思いてこんなおしゃべりなんだろうねえなんでなんだろうえ待ってなんか英語来たよ。はいなんかさ文字めっちゃ詰まってる。What is y o あごめんわかんない。あはいはい。Hi, Hi. What is your favorite song? って言ってる ?Oh my favorite song is Max315 号。<laughs> マックス・トキトキって何でうのト,トキト,トキって何で言うトキ。マックス・トキ。えー、えー。3 5ー <laughs> わけわかんない。What is your favorite song? も英語はちゃんと英語っぽかったでしょでしょ 一応これでも英語の強い高校に帰ってたんですよ。<laughs> でしょ初音でしょあの褒めて私小児から英会話習ってたからね <laughs> これでも一応頭脳派で生きてきたつもりなんだけどあれうますぎもとなら食リポだけでなく歌とかダンスにも使えるようますぎもとうますぎもとあ困るそうな,などうした <laughs> なんだ <laughs> 死ねたいつ仕入れたの <laughs> うま杉ぎもとーみたいな <laughs> うわーなんかそんなことを劇場でやらされる未来が見えるような見えないような <laughs> 癖強いね本当に私何にしても癖強いんだけどどうしようなに何何じジスイズじ、ジスイズ あ、ペン This is a pen って言ってる <laughs> ごめんごめん、なななになにな、何んて言ってる <laughs> 今エコーかかんの <laughs> あ、おーってやつねあ、エコーかけましたね <laughs> MC でしてる私が見えたやっぱり <laughs> そんなもっちゃんが楽しくて美味しちゃうあ嬉しい、ありがとう飲んでる <laughs> あ、一杯一杯さっき勝ち込んできたの <laughs> 嘘嘘えでもさっきほんとに杏仁豆腐を入れてきた杏仁 <laughs> 豆腐つまんできたわあの美味しくあのどうしても喉乾喉乾いたんじゃないお腹空すいちゃってあの一応ね今日も20分前まであの一応こんなんでもあのレッスン頑張ってきたんだよそしたらさお腹空すいちゃってさもうどうしようと思って「お腹すいたなでもご飯食べるほど時間ないなあ よ <laughs> お腹かすぎもとじゃお腹かすぎすぎもとよペンペンピ,ピ,ピネペペペアポアポペンどうした <laughs> <laughs> なんか,なんかだって大丈夫 ?PPAP やんやっぱり I have a pen I have a pen I have a n apple あアップペンこれやって大丈夫かなこれバーンされたらどうしようえ <laughs> どうしようあの自作権がどう残るのこうですって言たらどうしよう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 あどうしようどうしようどうしよう困りますねみんなのせいにしとくわ <laughs> いやこれは違うんですファンの人にやらされたんです <laughs> ファンの人にのせいにフフ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 フれフフ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 あったねそんなんもんね い一応ね。多分大丈夫なはず。懐 <laughs> かしいね。絶対飲んでる。<laughs> 飲んではないよ。大丈夫？未成年未成年？<laughs> 萌え太郎さんあ桃太郎と萌え太郎だから。<laughs> 似てないから大丈夫。<laughs> 嘘似てない。似てない。嘘でしょ？似てるつもりだったんだけどな。 えそう似てないと言ったらさあれこの前も言ったかなあハートありがとうございますお揃いで貸そうえ是非しよう是非しようしたいなアルコールがなくてもいえるとそうなのえなんかさあの楽しい友達とさあのご飯とか食べた時とか私大体お茶で酔うんだよね <laughs> あのね なんか昔こんなこともあったなっていうのが保育園の頃からすっごい仲いい友達と家族ぐるみで仲良くってあのなんかの時にご飯に行ったのね夕ご飯を食べにそしたらさなんかもう楽しくなっちゃってあのパスタ屋さん行ったんだっけな行ったんだけどなんか楽しくなっちゃって私もちろんお酒なんて飲めないよ <laughs> 数年も前の話なんですさ今でも飲めないんだけどさ <laughs> あの。 お茶とか飲んでたんだけど楽しくなりすぎてなんかもうつぼにずっとハマっててもう最後の方ご飯食べとかのとこじゃなかったずっと笑っててさパスタ食べてももう笑いが止まんなくてパスタ食べれなくて <laughs> 食べさせてい <laughs> 食べさせてい <laughs> <さ> <laughs> みたいな <laughs> あった気がするなっていうね <laughs> そんなこともあったなって思うよね <laughs> 初詣もありがとうございますペペロンチーノが言えなかったいやペ,ペロンチーノ言えますよちゃんとペペロンチーノ でも私カルボナーラパスタ巻い,てる巻いてる巻いてる巻いてるやっぱもっちゃんは何もなくても楽しめるんだねそう楽しめるよえなんかさなんだっけなんだっけあのさ面白いなんかこの年齢ってさあれじゃんえっとんだっけなんだっけ,なんだっけペンが倒れたのであ箸箸が箸がた倒れた 転がったのが面白い年,年ともう箸が立ってるだけで面白い年とががどううなろうと心が動かなない年があるんんだよね <laughs> なんかさ母親から聞いたんだよね箸が転んでも転んだら笑える年代と箸がもうあるだけで面白い時と年代と箸がどうなろうと飛ぼうと何しようとの何も心が動かない年ってあるらしいな <laughs>。 今ね,今ねあの私の年代はね箸が箸が立てるだけでそこにあるだけで面白い話 <laughs> あのそんな感じなんですよだから今許してなんかこいつギャラ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 笑ってんなてああれだなお箸がただあるだけでもうおかしくてしゃあない年なんだな <laughs> それ年頃なんだなってかみしめてあげてください <laughs> あの、うん、そうハードルが一番低いタイミングなの。 そう <laughs> 何それえ知らないなんかさあるあるらしいよそういうの <laughs> それじゃあ真顔の時がないじゃないか <laughs> 真顔の時は大体寝てる時だね <laughs> そういうところが好き大好きな星いや嬉しいもう嬉しいよ嬉しいよでもね今日ねまたねなんかお昼寝してた時にねなんかまた泣いてたのなんかね今日お昼寝 してってあっそうの時にねマネージャーさんにねあのの顔を見てねなんか泣いちゃってねマネージャーさんにね抱き寄せられる夢を見た <laughs> えー、なんでだろうでめっちゃ泣いてて夢の中でかと思ったら現実でもまた泣いてた悲しいねなんか怖いよね自分が怖いはもはや何<笑> フリとボケとツッコミあーうん好きだね <laughs> もうちろん怒られてる時に笑っちゃうタイプあ怒られてる時はねこの世がこの世の終わりみたいな顔してるやべ怒られるとみたいな怒られると結構グッとくる人なのなんかこうめちゃくちゃあの全部受け入れちゃう受け止めちゃう人だから全部飲み込んじゃう人だから 怒られるともうそれはそれはこの世の終わり方くらいの顔してる <laughs> 顔だし気持ちだそうなのよねえ何何もまめでも明日であ自分でツッコミ入れてるもんね <laughs> 確かにカッコでツッコミ入れてるえ明日怒ってみてえ絶対やだやめてもうその後のおしゃべり会絶対無理だから <laughs> 絶対無理だからえそうだそれで思い出したわあのまだ思い出すこと多いな あの明日ね本当は朝配信とかできればいいなとか思ってたんだけどねあのー、朝配信私てかなか何だろうすごい体力使っちゃってさこの前朝配信した時もすごいなんか一日めっちゃきつかったのよであのー、なんだ何もない日は朝配信したいなと思ったんだけど明日もしたいなと思ったんだけどそれで体力使っちゃってこう。 このショールームイベント以前からさこのおしゃべり会今日のおしゃべり会ってさすごいあの前々からこう計画を立てて時間を使ってあの来てくださってるファンの方々がたくさんいらっしゃるじゃないでもその方たちに私の全力は使いたいからだから朝配信で力使っておしゃべり会がなんか。 あーしんどいいってて思なながらいや絶対やりたくなくて私の優先順位的にはもう何て言うのもう何て言うんだろうそれ以前ショールームイベント以前から決まっててあの皆さんの時間とかお金とか気持ちとかをたくさん使ってくださるおしゃべり会を最優先にしたいと思ったので明日朝配信ごめんねだから明日は朝配信できないんだけど許してねごめんね その代わりお昼と夜はしようと思うから30分ずつ30分ならいける気がすると思ったからだからそんな時にぜひ来てね待ってるねだからみんな意外とさ朝配信とかしてるからうわし,しなきゃなのかなとかって思ったんだけどでも私の優先順位はまず 時間とお金とか気持ちとかをたくさんたくさん毎回前から計画して使って使おうってしてくださってるおしゃべり会を大切にしようと思ってなのでそういう風にしますってことですお今日言いたかった <laughs> もっちゃんがこんなんなに全然いいんですこなんなのに全然いい絵文字かわいい絵文字がとてつもなくかわいいよ こんばんばは優しすぎもと何々すぎもとハマってるでしょもうこれからそれだけそれだけの,あのツイートで、ね、ツイートじゃないコメントにするからね <laughs> 自分の思った通りでいいと思いますありがとうそうするわ配信したい時にそうだね配信したい時にしようと思いますん何々 面白すぎもと <laughs> こんなんになるのはいいあお団子みたいになるのはいい <laughs> え<ー>っと <laughs> えどうだろうかなあしの仮装にお団子も入れるか <laughs> イベントを楽しむか方が大事私のペースで頑張りますねありがとうねみんな温かく受け入れてくれて結構こういう考え方ってめっちゃ人それぞれじゃんイベントとかにさそれこそそれこそこういうイベントってめちゃくちゃ考え方って 分か、あのー、れると思うの考え方がねだからそういう中でも私のこの考え方に支持してくれるっていうのかな理解してくださるのが本当に嬉しいウレピよですよしもっちゃん団子食べながらおしゃべり返しよう <laughs> え食べてさお口いっぱいだからしゃべれないとかやめてね悲 <laughs> しい私えあのた,た食べてるの何 <laughs> な,な,なんか入ってるよね <laughs> よ。え喋ってよ <laughs> じゃあねもう何もなくさもう喋っても喋んないならなもうもう嫌だもんって言って泣くから <laughs>、ね、ドラム配信見てみたいかもスタジオんまりね <laughs> えあのさドラムの大きさ舐めてるでしょ音の大きさ <laughs> え絶対音割りひどくても聞いてると うるさーいってなるよ <laughs> あとちなみにあハートありがとうねハートありがとうございますちなみにだけどドラマの音聞いてるだけで何の曲かってわかる人相当少ないと思うよ <laughs> だって「ドン・ちゃんドン・ドン・ちゃんとかさ「ドン・ちゃんドン・ドン・ちゃんとか「ドン・ドン・ちゃんどくドクドクちゃんとかのだけでさ <laughs> あこれ何の曲だ今日今この曲のここだとかって分かった天才だよ <laughs> 相当なマニアじゃないとダメだと思う <laughs> 明日の明日喋りたいことありすぎて時間れるのか心配すぎるあ分かったじゃあ,あの明日は黙っとか最初は「<laughs> ありがとう」ってこう聞き耳立てるから喋り始めてあのその日の私絶対映画しってる「ありがとう」あそれもさーとかってなっちゃうからさ「あの聞き耳最初立てるね明日」聞き耳最初立てて喋り始め って欲しいその時に喋り始められなかったら私が「ウェーイ!」って言っちゃうから <laughs> それはさってなるからさだからこうするねウェイウェイローキューなんかまた英語きたよまた英語きたねウェーイはもうパリピそっかイェーイがアイドルらしくねイェーイってなるからアイドルらしくねよろしくね 発音もありがとうございます。黙ってる姿想像できない。確かにさ皆さんとお話しするってなるとさ。もう黙ってらんないのよ。私逆に。<laughs> あのだ黙,黙ることできないので <laughs> 初見です。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうね。ぜひ疲れを癒していてください。いていてぶつけたあ、爪切んなきゃあ、爪切るの覚えといて。<laughs> 覚えててどうすんのに、ね、明日、明日詰め切ったって教えて教えられてもその時詰め切れないもんな詰め切るわ詰め切る詰め <laughs> 切るの覚えといて詰め切んなきゃメイ <laughs> の。もっじゃあ喋るの止めると急になりそう <laughs> あなるほどね喋ってなきゃ生きられない人と思われてるのに、ね、<laughs> おしゃべり会で言うねありがとうありがとう詰め切った <laughs> あのさスタッフさんに聞かれたらどうしようだよね <laughs> な,な,な,なんで杉本さん爪切ったってファンの方に心配されてるのみたいな <laughs> なんか健康管理任されてるのかな <laughs> 私の健康管理係ファンの方なのかなって思われるよね <laughs> あ夜爪切るの悪いよくないんだよねあの朝切る明日の朝切るわ犬用でいいあ犬用の爪切りあのごっついのあるよねあれ痛そうやだやだあれは怖い 明日はみんな最初の一言は「詰め切った」え待って待って明日仮装するよ私明日さ明日さ一応このメニューでいくのよ明日は一応このメニューでさ赤ずきんちゃんに対して「え詰め切った」から始まるの <laughs> それはそれでつらいなそれはつらいな暗い人暗い人め切ったさあのじゃあ分かんなかったじゃあさ「詰め切った」って言われる前にさ「かんりんちゃん切ったよはい」って言うから <laughs> 私のテンプレートそれでいくかしたこんにちはありがとうございます切ったよはい <laughs> それでいこうと思いますわ <laughs> いや絶対絶対それ忘れちゃうからやめとくそんな「いきます」とか言って宣言しないとく私も詰め切ったかりから聞いて聞いてえ <laughs> 一応この長さだけどあの長いからさ頑張って切るわ <laughs> あどうもありがとうございます そうだね、モバメの変身でそうモバメの変身でさあのあの詰め切ってねあて <laughs> 面白いなそれでいこう <laughs> なに何な何になにあ来た来ましたはい皆さんはい皆さん注目ダジャレは詰められます今日お水ないですかね <laughs> えー、皆さん 今、一瞬時が止まりましたね、えー、この時間は一体何だったのでしょうか？それでは。てんてんてん、皆さん <laughs>、皆さんこういう時間もありますよね。てんてんてんですよね。大爆笑です。焚き火しようそうですよね。コメントもマジで止まったですよね。シーン差し上げます。お水ありがとうございます。もっちゃんと3つ目会いたい。 誰かなんか雪女でも読みましたか <laughs> あの当本人無音なので <laughs> 今自分の自分のダジャレのせいであの、コメント止まってるの気づいてないですえわ止まっての前のせいだったらすみませんってあの、言ってますが皆さん前のせいですよねあれのせいだよって言ってあげて Y <laughs> のせいだよ <laughs> それは冷たい反応 <coughs> えっと皆さん今日は

ねほんと楽しいねなんかさこれってさ何て言うのそれこそなんかギャグのセンスないからこあの申し訳ないってなんか言ってくれんだけどそんなことほんとになくってさ何て言うのもちろんギャグ性高い人もさなんか自信ない人も楽しいルームにしたいからさあの是非ねそれでみんな楽しもうあのわからないほど怖いことないな <laughs> 確かに。 反応分かるの怖いほどないまあ確かにめちゃくちゃそれはあるよねくっちゃんの子くっちゃんくっちゃんいるよくっちゃんここえくっちゃんに座ったいっちゃん見たみんなもばめの上上みんなメールのさあの写真見た <laughs> あのメールの写真で載せたようにさいっちゃんさこのくっちゃんにさ無理やり乗ったんだけどさもうお尻も頭もはみ出てんのよ <laughs> 自分のサイズ分かってってすごい突っ込んだよねっていう <laughs> あハートありがとうございますマジでコメントするの遠慮せずのルームでぜひとも, <laughs> も何でも何でも濃いですよほんとにあのほぼほぼ落ちてただよねめっちゃ落ちてたよねあのなんならこのお腹くらいしか乗ってなかったよね <laughs> めっちゃ僕の面白い目が届いてますよ 届いてます変身見えるね最近忙しくてねあのすごい貯めて一気に見てるんだけどもしかしたらまだ見れてないのあるかもしれないんだけど明日までには絶対見るからもうこれからこれからは見れないわ明日の朝早く起きて見るわめっちゃ見れてたでしょスクハ見れてたのあれ自分のサイズ一回さ鏡で確認した方がいいと思ったい <laughs> っちゃんにアドバイスしとくいっちゃん一回あのあの 鏡の前で自分の姿大げさ把握しなって言いた <laughs> 今変身するわ今見てえ今見れないよ今めあの携帯で配信してるからねそうなのよ一言変身ありがとうあの変身もねぜひ皆さん見てるのでね時々三期生徒通とツーショット載せてくれる嬉しい嬉しいそう言ってくれるのが嬉しい っーショットなんか撮ってるんだけどたくさん撮るんだけどなんか載せるタイミング見失っていつも乗せれなくなっちゃうからね頑張って載せてみようねしゃっくり買った <laughs> あ返変身あでもね変身ね全然そんなあの頑張ってするものじゃないよあのしたい時にしたい内容にしたいようにしていただければ嬉しい 何天使えそんなに頑張んないでねありがとう嬉しいけどメールは全部返しておりますまだおったんか <laughs> ほらあのこのルームを冷やした本人まだいるよみ <laughs> な追放をしないであげてお <laughs> 出てけ出てけってしないでね <laughs> こういう人がいるからね <laughs> あのこのルームは成り立ってるんですよ <laughs> 優陽とのツーショットレアな気がした本当にと結構ツーショット撮ってるからぜひこれからも載せてくわエサコエサおえさサコさサとメールを昨日見てましたおえさサコさサとメール昨日見てましたうんえサコエサエサコエサそうそうそうえサコエサ出演させていただきますあのー 恋さ来週のさサ恋さんに出演させているだけることになったので皆さんぜひ聴いてくださーい。ぜひ聴いてくださーいあ。とても嬉しいので。なになに最近来たら終わってること多くて悲しい。嘘今日来れた。よかった。早速2回目だよ。<laughs> 全滅前後に送るんでう嬉しいから出させていただいて本当に嬉しいから。誰と一緒かなえー、っとえー、清楚な先輩とせななんていうんだろう清楚な先輩とうーん,な,な,んなんだっけセクシー選抜の先輩と。 セクシー選抜の先輩ととてもセースの先輩と <laughs> って言ったら「うんうんセースの先輩だ」って言ったっけ <laughs> あの多分私の中で一番セースだと思う先輩がいるかな <laughs> の先輩と出させていただいておりますはいあこんばんはありがとうございます さあーファイナルのリハは完璧ですかいや、全然。まだ完璧じゃないんです。今すっごい頑張りだけなんです。もうね、頭パンクすんの。なんかね、公演とツアーと、いろいろ覚えることと考えることと、たくさんありすぎて、もう、もう大変。もう大変。もうね、え、今な、なんで、何するんだっけみたいな <laughs>。え、なんだっけみたいな。なるんだよね。頑張ります。さあーファイナルもリハも。 大詰めですね。もお腹なったよ。<laughs> 私のお腹までクレーム入るようになったよ。寒いって言われた。ミックスジュース状態本当に。えもう50分？ありがとういつもタイムキーパー。<laughs> もうタイムキーパー係さんがいなかったよ耐えられない私絶対。えめっちゃ温まった。聞こえた？え聞いてほしいわ。こうって言った。え聞いてほしい。聞こえた？え聞こえた？ 「聞こえた <laughs> お腹聞こえた」がさお腹の音をさ聞かせる回なんだグーって今日ねみんなで話し合いしたんだけどね話し合いの時はバカみたいになってた <laughs> あのすんごいなってさめっちゃみんな真面目にさあの思いとか語ってくれてるのに一人で「何々学校でグー!」ごめんなさい。 で何何かこううごでグーッ <laughs> ほんとごめんなさい <laughs> もうほんとに悲しいよね <laughs> え聞こえなかったうん、そ聞こえた人と聞こえなかった人がいる面白い <laughs> もうほんとにわざとですかいやわざとお腹の音鳴らせる天才いるそんな空腹ないやめっちゃ空腹なんだってだって夕ごはまだ食べてないんだよ食べたいめっちゃ食べたい 本当に食べたーアンコールアンコールやだよ綺麗に聞こえたでしょ夕ご飯もなの,のしんどいでしょあのー、どれくらいだろう1時1時くらいにお昼ご飯食べてそれからレッスンして体を動かして頭を使ってさ声出してさで今なの,のまだ食べてないの今日も虫に食べるから 何も食べてないの本当に何も食べてないのおやつとか食べないからさ今本当に何えちゃんと食べれてますかおごりましょうかだってみんなおごってくれるってよおごってくれるってよもう今のコメント見た瞬間一番の読んだわおごりましょうかだってみんなおごっておごってほしいっジョジョエジョジョ希望はジョジョ希望ねみんなジョジョ希望だよねジョジョエンいこうみんなね う最低のアイドルだなこれお腹と背中くっついてねさくっつくわくっつくわ焼肉やってたほらほらみんな行くってよみんな行くってお願いしますお腹の何何お腹の音を聞かせるアイドルってこちらですかあこちらですそしてあのなんかあのファンの方に徐々にュを奢ってもらおうあの,あの宣言するあのお呼ばれしますですよねほらみんなお呼ばれしよう みんなジョジョインジョジョインはいはいビンチョはいみんなはいおご,おごりましょうかって言ってくださったのはそっちだからね文句ないよ <laughs> よっしゃーみんなでジョジョイン行くで、ね、<laughs> 行こうこれから新潟向かいますよしみんなジョジョインにあ,れあなんだっけあそこあのえっと新潟日報メディアシップってとこでしょ一緒に行きます一緒に行こう <laughs> だって工夫が頻繁頻繁なんで悲しくなりますよ 優しい優しいメディアシップだよねよしみんなメディアシップに集合だなんかおごってくれるらしいから徐々 <laughs> に行こう <laughs> 今日ねちょうどはるちゃんとね焼肉食べたいって話をしてたのだからだから是非一緒に行こうはるちゃんも呼ぶわ優しさに突き込むアイこちらですか <laughs> 言われようよ優しさに突き込むれイ <laughs> なんかめちゃくちゃめちゃくちゃじゃんいか1683人のお会計どれくらいどれくらいですかいいですかねいいですかねみんな <laughs> 何集合ですかどうしましょうかねあこれから集合で大丈夫そうですか <laughs> ごめんなさい横浜 <laughs> なのでもう新幹線終わってしまいましたマックス時 <laughs> 一人っ子の悪いとこ出てる <laughs> もっちゃんなんかまだ食べてないの おちゃんなんかまだ食べてないから食べなきゃねあの賞味期限切れないうちに食べないあでもあれあんまり切れないよねまだ2023年とか書いたってた気がするからまだ大丈夫タカルアイドル斬新 <laughs> まこんなノリだからねそろそろ時間やばないねなんかもう知らないんだけど54分なんだってみんなどうするえどうする <laughs> いや壇上壇上読めって話だよね どうするっていう。なあ、あ、来たな、ななおきたよ、なあ。<laughs> 困ったね。ウーバーの差し入れで我慢してください。劇場に。ああ、嬉しい。<laughs> ジ々ジが <laughs> スクショタイム、あ、スクショタイムするかしらも、じゃ前髪とさ。私、動き回ったらなんでこの前髪崩れるんだろうね。なんか、スプレーとかしてないからさ。動き回るからさ、配信中。<laughs> 配信ってなんだっけって話だよね。スクショしよう。あ、じゃあ、明日の。 分かった分かった明日さえ分かった一回さ一回これでやって、はい、一回これでね明日の明日のスケジュールっていうかメニュー明日のメニューまずはこれでパシャリイエイオッケーオッケーかなオッケー <laughs> そしてそして一旦消すねああキちゃうよ消しちゃうよ消しちゃうよ,消しちゃうよそして時間時間が そしてえっとサスティナって何時からだっけえっとサスーティナ9時55分からだったっけありがとう9時 <laughs> なんかみんなマネージャー <laughs> ?9 時55分からとえっとあとなんだっけなんだっけなんだっけんだっけあとなんだっけあとあとなんだっけ,あとんだっけうーんとなんだっけ <laughs> もつ鍋 <laughs> もつ鍋もつ鍋 TikTok。TikTok って出て書く ?TikTok こんな感じ合ってる合ってるか知らんけどなんか雰囲気しちゃったりに一緒なもんだよね。ハート書いておくわんかもう。あのー、こちら TikTok こんな感じだからぜひご覧くださいっていうのは いえい。ィックトックあってるあってる。よし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 。ティクああ、かわいい。今なんか、ラブレターいただいてありがとうございます。はい、こちらなので。で、詰め切った。あ、爪切ってない。4分メイドください。<laughs> 4分メイドくださいって言われちゃった。わかんないです、まだ。まだ全然どうなるか。はい、ということで。でも、さすがね、でね、9時55分から出るわけじゃないと思う。 サステナっていう番組が9時55分から始まるくらいだよね。ってことなので、こちらもぜひご覧くださいってことで、スクショしまーす。せーの。イェイ。いいですかねいいですよねもういいですよね <laughs> 焦,らす焦らす、焦らす。OK! ということで、ぜひこちらもご覧ください。あと、なんかあったっけもう忘れちゃった。 いいよまた明日たくさんするしみんなとたくさん話せるからその時は思い出したら言うよっことで団状読みしまーすあ初訪問の方ありがとうございますはえっ、ー、と男女どこ男女あったあったあったいきますああ見つけたいきます13位ディアマンムオさんありがとうございますドゥドゥニー <laughs> 12位って言うに謎にアイエルルサジマさんありがとうございます。十一位ポリエモンさんありがとうございます。十位位イブランの赤ィさんありがとうございます。九位ユウキさんありがとうございます。八位高千紗さんさんありがとうございます。七位サトシさんありがとうございます。六位ローサンさんありがとうございます。 ご位ケハイさんありがとうございます。四位スマイルさんさんありがとうございます。三位カサンさんありがとうございます。二位マサンさんありがとうございます。そして一位は日焼けサンサンさんです。ありがとうございました。あの昨日日焼けの話ばっかりしてたからもうねテンション上がってサンサンサンサでンしたね <laughs>。また四位がね。あとあの今日も京都ってお,おじさんとラブレターとバラとハートと だるまさんとえっとタコさんとえー、っと何やったっけクマさんとその他お星さんともろものいろいろありがとうございました本当にありがとうねうれしいあやっぱ59分59分あとあとんか言いたかったなんか言いたかった,なんか言いた,かったあとあハロウィンって感じのショールームになってとってもうハッピーでしたね <laughs> <laughs> ということで明日たくさんお会いしましょうバイバーイありがとうございました